ディープ。今から百数十年前、突如この世界に湧いて現れた謎の現象。それに飲み込まれた人間は瞬く間に精神を蝕まれ、人ではない生物は姿形を歪められ凶悪な化け物となる。出現以来、人類はさまざまな対抗手段を講じてきたが、一切の効果は上げられず、増殖するビープを前に次々に住処と命を奪われ続けてきた。そして現在、ビープは地表のほとんどを覆うまでに増殖し、人類は小さく残された町の中で緩やかに滅びの時を迎えようとしていた。ビープの発生を確認。幸いまだ被害はないわ。間に合いそう？当然、もうちょいで現場着くし、余計な心配いらないわよ。オーケー、それじゃあこっちも。くそ、毎度毎度好き勝手に湧いて出てきやがって。逃げろ。グズグズしてると死んじまうぞ。そんなこと分かってるよ。でも。でも？そりゃ。何ブツブツ言ってる。だってさ、ここで待ってれば間近で見れるかもしれないし。だよな。命かける価値はあるよな。あのな、お前らいい加減に。ビープの現れるところに必ず歌巫女の姿あり。レディース&ジェントルメン、もう心配はいらないわ。
今宵のスペシャルライブ、まもなく開演。せない、始まっちまいやがった。来た、来たぞ。来るんだよな、ももかちゃん。ここに来るんだよな。あら、まだステージに残ってるマナーの悪いお客さんがいるみたいね。これじゃライブが始められないわ。困るわ、ほんと困るわ。あの、そんな、ごめんなさい。逃げます、今すぐ逃げますから。おい、これで俺も逃げられるかな。これ以上はもう、さーて、ステージの準備が整ったみたいね。我らが歌巫女、この街きってのアイドル、ももかちゃん、ま、はーい、みんな、お待たせー。今日よっしゃ、最善。うわー、ももかちゃん、ももかちゃん、今日もか、おい、バラバラに、ももかちゃん。よくこんな時に。わ、来たの、ももかちゃん、もう出てきたの、ね、こっちにもうるさいのがいた。わ、お前が低すぎるだけだ。それより早くに、こうなっは？何？よいしょ。わあ！さあさあみんな！ももかちゃん！よし！任せといて！さあ、こっからはシャキッとしなさい！気合い入れてくわよ！他の道探すわよ。ああ、今日は調子悪いからパス。